本当にバトルなんで、もう喧嘩じゃないけど。俺にとってのダンスは本当に人生、命をかけたギャンブルです。ダンスライブの舞台の上でどんだけ自分の、一番見せたいダンスが出せるかっていうところに焦点を置いてやってます。ジャンサーバイファイナル2010、1年間の威信をかけた熱戦、選手たちのバトルが今集結する。6ジャンルの熱いダンスバトル、栄光の歴史ヒップホップ祭、華麗なる足技ヘルス祭、大技乱発ブレイク祭、ルール無用フリースタイル祭、世界標準決祭、大学生の意地ライフ祭、6000人のエントリーの中からファイナリストと呼ばれるのは68名。英雄たちの決着を見よう。ジャンサーライフファイナル2010英雄ランプ。1年間にわたるおよそ70回の予選をくぐり抜け、伝説、波乱、涙、復活、ストリートダンス最大級フェス、ジャンサーライフ。日本一の栄冠を勝ち取るのは一体誰だ。ジャンサー TV、 ダンスの未来は君と共に。はい、はいよー、いや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 、来ました、ダンスライフ2010。やばくないですか、人がね、とりあえずないっしょ、ね、すごい。この日のためにね、1年間みんな予選を頑張ってきて、はい、この日の優勝を取るために、はい、ね、ファイナルチャンピオンを目指すためにね、感動というか、うん、なんかね、いいこの瞬間というか、はい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 、そういうところね、今日みんなお届けできるかなと思うんですけども。私昨日楽しみすぎて今日一睡もしてないです。してない、してないです。一睡もしてないね。国技館はダンスフロアと化した。観客動員ついに1万人。開催5年目にして史上最高の盛り上がりを見せたジャンサーライフ。加藤ミリア、松下優也など豪華ライブも必見だが、お目当ては何といってもバトルを、バトルを楽しみにしてます。ライブ自体は4回目、でも予選とかもちょくちょく行ってます。1対1のストリートダンスバトル、DJ がその場の雰囲気に応じアドリブで音楽をかける。ダンサーは即興で反応。1分間のダンスを交互で2回ずつ踊り、11名の審査員がジャッジする。それでは始めようか。まずは精鋭たちのガチンコバトル、ヘッポー。両国結成はこの激アツカードから。初年度チャンプアキコ vs 昨年度チャンプキャンデー。キャンデーは優勝最有力候補。しかし アキコ復活勝利。キャンデーまさかの初戦敗退。あぶねー、全然足動かねーよ。ズーバットが予選無敗のシュンを撃破。なんで今日ぶっちぎりで優勝までいっちゃいます。さらにズーバットのライバル D が昨年準優勝、一昨年優勝の強豪凌介をねじ伏せた。予選1位通過ケント登場。関西若手リーダー格信号打ちのめす。こうして4強が出揃いセミファイナルへ。共に仲間を引き連れての入場、ツーバット vs アキヒコ。
ツーバット、戦闘的なスタイル、クランプが彼の表現ツールだ。本場 LA クランプダンスの創始者であるタイトアイズに認められたほどの実力。30秒経過。準決勝2バトル目、 D vs ケント。先攻青コーナーは若手代表 D。 誰よりも俺が一番かっこいい、そう自負する男。アメリカで大流行のダンススタイル、ジャックをいち早く取り入れた先駆者でもある。続く赤コーナー、ベテランケント。身長157センチの超小型爆弾、きっちり音にはめてくるクロート好みのドープな動き、小さな体でダイナミックに見せる。若手の台頭を許さず、ケント勝利。いつも準決で負けてたからな。初めての決勝、3回目にして初めて。両国ファイナル K-POP 祭決勝。やっとたどり着いた最高の舞台。先行はツーバット100万円と黄金のベルト、そしてナンバーワンの栄誉が。高校はケント。
悔いなし、出し切った。果たして勝ったのはツーバットかケントか。この番組はソニーミュージックと御覧のスポンサーの提供でお送りします。ジャッジダンスオンアイスヒップホップサイド優勝はもう自分も31歳なので、次が、まあ、ありますけどいつまでこれが続けられるかわからないので、とりあえず、まあ、まだまだ行くんで見ててください。ハイレベルな戦いを終始制し続け、気迫の中にもボディコントロールを保ち続けた Dance Online 2010。 ヒップホップの頂点は君だケント。 Congratulation。の開幕カードはタツオ vs カズキヨ。タツオは前年度チャンプ、さすが圧倒的な勝利を収めた。第2試合ケンタ vs ヒロ、ベスト4行きはケンタ、優勝争いに食い込む予感。日本ハウス界の超大御所アポロ登場。しかしフィメールダンサートムが大金星を挙げる。今季も予選無敗、革命児修法がファイナル常連のカナを撃破。ヘルサイセミファイナル、前年度チャンプタツオがケンタの挑戦を受けて立つ。まずは赤コーナーケンタ、優勝は達岡修法と言われる中、そこに割り込むとしたらこの男しかいない。地元名古屋の希望の星となれ。30秒経過。青コーナー達夫、人間離れした身のこなし、 V2 に向けエンジンフル回転か。アクロバティックな動きと丁寧なステップが調和する。30秒経過。もちろんケンタにも大きな拍手。ハウス界に旋風を巻き起こし続ける男と女、修法 vs トム、バトルスタート。まずは青コーナー、アポロを撃破し勢いを増したトム。美しさと力強さをハウスという形にまとめ上げる手腕が見事。自らを貫く芯のあるダンサー。
なムーブとストイックなまでのハウスへのこだわり、昨年のリベンジ、打倒達を誓い優勝を目指す。誰もが予想し望んだこのカード、今ハウスの頂点が決まる。誰がチャンピオン、ハウスサイド、これがラスト、ファイナルバトルスタート。昨年の決勝と同じ顔合わせ、シューハー。まずは挑戦者シューハー、全ての思いをこのムーブに出し切れ。チャンピオンは一体どちら？ジャッジ、スリー、ツー、ワン、ジャッジ！オーケー、アカー！シュー！
もちろん担当にもでいかもちろんやばいぞこの二人は。続いてはそうリベンジしました。この去年ワークスさんを T シャツ着て負けたんで、ちょ今日は着て勝とうかなと思ってたんで、同じコスチュームで来ました。去年のリベンジしたかったんで。無敵の達夫が負けた。勝っても負けてもやっぱり得るものはすごいあるし、そうやって戦いあることがすごい素晴らしいことなんで、ここの場で決勝でそうやって踊れたっていうことが最高だと思います。達夫と秀峰のライバル対決はこれで1勝1敗。ぜひ来年もこの2人の頂上決戦を見たいものだ。30秒経過。技を見ろ。極限の肉体がぶつかり合うブレイクサイド、女王が復活ののろしを上げるフリースタイル、大学生チームが会場一つに包み、キッズも新時代へ。次週以降続々報告。いやー終わったね。今回は特別3名様にプレゼント。